さあ、ランダムで選べ。ここら辺は作戦ミスか。まあ、今回ウルフ相変わらずどこのステージでも戦いますからね。さあ、中堅魔法バーサス先方犬死に開幕分け下げ追えない、かなり離れる KG。 そして先ほどの試合であんだけジャンプからの集団見せてるんで、さすがに立つだろうと投げを言って、さあ背中に暴れる。さあ4ゲージ1球打ち切る、オッケー、当たる、ロードロー、さあミブラッキー当たって、さあシャドウ暴れがきっちり刺さって、犬死にが1本。さあジャイスイ通らず、さあデモンで突っ込む、さあゲージ当たらず。さあ先ほどからなんか犬死にが暴れと、まあ、おお下段投げ大ダメージ。そして最後はシャイニングリーダーだ。さあ魔法のところの応援団が半端ない。開幕ショート体力一気に持ってく、ゲージミドル飛び箱当たらず、下段投げ、ゲージ当たらず、ロードロー、キャッチで風前のともしぎ、タッチパン突っ込む、タッチパン。さあ魔王粘る。今回ちなみにウルフだけで5人出てます。その大事の資格とも言える魔王のウルフ。 4K、 こちらも 4K、 スクリュー当たらず確定、タッチパン打ち切る確定、ビブラスケ。さあこれで2人、犬死にカスト一気に最初までいく、魔法が勝つと中堅勝負。見て、ボッサーが来て、4ケージ系絡めてポンプ入る。打撃投げ、ここまで減る、スルフル、ジグル有利、膝が当たらず、下段、打ち切る。最後は下段。さあ、これで犬死ぬ二人抜き。理想的な形です。そして、ならずのブラッド。さあならずもサラからキャラ替えです。ブラッドになりました。キャラ替えが今回の結構大会の見どころだったりしますからね。あくまで強キャラに走るのか次キャラを貫くのか、そこら辺も FS の大会の見どころじゃないですかね。さあならずブラッド大将、犬死にブレイズ、まだ先方です。さあステージは壊れるステージ。さあ開幕膝。さあ今回は依頼色白兄さんへの腹向け、飛び行け、飛ぶ投げが通って確定。さあ1本目はならずのブラッド、一気に犬死にが面倒